アイアンマン日本、アイアンマンコズマ、ゴビ砂漠マラソン、アイアンマンハーフ日本。いや本当トライアスロンはこの 1,2,3 回しかやってないんですよね。あと一番最初になんかこうすごい短いよ、なんかお試しトライアスロンみたいな、その後これ初めてのトライアスロン、アイアンマンハーフ2回目3回目もうほぼこれで終わってしまいました。これゴビ砂漠マラソンですね。これ去年ちょうどセミナーでに行って4月ぐらい、まあ香港となんだっけ、エベレストかもうどうしてもやりたかったんで、ちょっといい機会だったんで、どんなセミナーでも本当は良かったんですけど、そこで発表した時に、まあ発表した時の言葉ですかね、そこでやった。最初つけてたんですけどね、最近つけてないです。いつもこれつけ歩いてた、おかげさまです。この最初つけてたんですけどつけてないから、はい、そんなです。本日の一本です。シューロン、これもヴィンテージアメリカ、これもすごく綺麗です。うん、アルミですね。この時代のブローラインがちょっとこう上がってて、もう装飾が綺麗ですよね。はい、シューロンヴィンテージ。何これ、これ360度この時点で逆流をやってるよ。これはビデオ、キラキラしてるよ。これもうYouTube にアップするからキラキラすぎてさ、そうだよ。気をつけてお帰りください。じゃあ欲しい、 YouTube 頑張ってくれ。重要人物上だ。それじゃまた頑張ってね。うん、いや、じゃあ俺ちょっとそこまで行くよ。あ、オッケー。うん、俺ちょっとなんかもう YouTube のネタ探しに伝えかないといけないし。何を探す？ストーリー感動のストーリーのビデオを探さないといけないじゃん。あ、なるほどね、大丈夫。